この魔物は。このような魔物がこの大陸に現れるなんて。こいつは少しばかり骨が折れそうな相手だな。下がっているんだ。その力、神のものか。試させてもらいましょう。ちょいとばかり付き合ってもらおうか。今参ります。片道切符だ。受け取ってくれ。ダメよ。はぁ、手入れならどうかな。こいつで決めるぜ。この一撃で。ダメに行こうぜ。逃がしはしません。こいつで決めるぜ。この一撃で。ダメよ。ここが決めどころだぜ。準備はいいか。もうダメ。無理はするな。助かった。立て直すぞ。了解。まだだ。この程度。まだだ。
ーとばかり付き合ったから。今参ります。ショータイムといきますか。神よ、我らを包みたまえ。お願い。遅れるなよ。逃がしはしません。派手に行こうぜ。逃がしはしません。どう？ここが決めどころだぜ。休め。周囲の状況を確認してくれ。引き返すわけにはいかない。これは通過点に過ぎません。なせばなる、なさねばならぬ何事も。やったー！ミオナもっともっと頑張るね。気持ちいい。当然の結果ですね。もっとお役に立てるように頑張ります。あの魔物、フィオナさんを狙っていたように見えましたが、ハイエルフには俺らとは違う何かがあるのかね。このような魔物が世界にはいるのですね。私たちは魔物を侮りすぎていました。これでは討伐隊が戻らないのも無理はございません。私たちは何も知らない無知な子供のようなものでした。本当にお恥ずかしいです。姫様が気にすることはないさ。あれだけの魔物はそうそうお目にかかれるものじゃない。もっともあまりお目にかかれても困るがね。貴様、いや、貴殿らはあのような魔物と戦っているというのか。私はそのあのような魔物は初めて見た。だから何と言えばいいのか。今までのことだったら気にすることはないさ。そいつがあんたの役目なんだからな。世界は広いのですね。ああ、俺たちが思うよりはな。さてっと、一仕事終わったんだ。少し休んで報告に戻ろうぜ。そうですね。休める場所を探して、今晩はそこで休みましょう。じゃ、ベッドは明日のお楽しみにとっておいて、今晩の寝床探しといきますか。